どうぞ。ポーチです。はい。今回ですね、はい、渋谷に来ております。はい。見てください、僕たちの髪色。やばいね。YouTube 的にどうなんだと。この髪色はあまりにも地味すぎると。そういうことです。ということでですね、今からルーレットで一人髪を染めます。今回ですね、はい、ただ染めるだけじゃつまらないということで、はい、あなたは今何色にしたいですかと髪色をね、はい、聞きます。僕たちその髪色にしちゃいましょう。はい、僕らがって言うと絶対おふざけするから、そう、何人目とかやります。で3人目に聞いた人の髪色にするとか。そうしましょう。そうします。ある程度結構5人で聞いた方が面白くない？5人くらい、5人くらい、5人で。ということで今回は渋谷の人に髪色を任せてみたです。やっていきましょう。はい、早速聞いていきましょう。はい、じゃあおしゃれな3人組が来ました。今ちょっとですね、次にしたい髪色を聞いてまして、それぞれ答えてもらえればいいなと思うんですけど。シルバーです。シルバーですね。はいはいはい。さんは白髪にメッシュでブラックに。おお、いい感じ。モニさん青です。青以上ですね。はい、ありがとうございます。結構ね、渋谷の若者はすごいね、派手なんだ。なんところ全部ぶっ飛んでるからね。これ5人って結構さ、すぐ終わっちゃう気がするからさ、10人ぐらいしてた方がいいんじゃない。速攻隊長いきます。ちょっとインタビューしてるんですけど、いいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、したい髪色を聞いてるんですよ。補足とか全部なしと、もうなしで。ターコイズ。ターコイズ。おぉ、ターコイズ。金色っぽい薄茶色。金色っぽい薄茶色。あ、ミルクティーっぽい感じ。おぉ、いいですね。おいしょ。レインボー。イカチー。レインボー来ました。ありがとうございます。次にしたい髪色聞いてます。インタビュー答えてください。髪色聞いてます。どうですか。インタビュー答えてください。お願いします。少しでいいんで。ダメだ。次、もういろいろ法則だったり、なんかこうバイトがあって、自分がこんな髪色にしてみたいなっていうのなんかありますか。ピンク、うん、ピンク、ピンク。どっちもピンク。どっちもピンク。ありがとうございます。ありがとうございます。多分次のグループで決まる。そうね。簡単な質問、一問だけなんですけど。知ってるんだけど。髪の毛の色を次なんか 何色にしたいかなっていう質問。自分は赤にしたい。赤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 。青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 。ありがとうございます。はい、集まってください。はい。はい、ということで、とんでもない結果が決まってしまいました。この中誰か一人が青。じゃあね、ルーレットを作ってるんで、もう全員1対1対1対1です。うわ、怖えー。マジで怖い。本当にやだ。はい、ルーレットスタート。